絶対にいい案じゃないよ。お前が住んでた家は見張られている。だからお前を使って奴らの注意を引き、奴らの拠点をたどるんだ。ああ、納得いかない。心配事なら出発してから聞く。大丈夫か？いや。よし、じゃあ行こう。普通に振る舞え。感づかれたくない。普通？誰の普通だ。俺は人間不信だから誰にも近づかない。危険な連中ならなおさらだ。普通の普通だ。とにかく奴らをハッキングして突破口を開くまで時間が欲しい。ただ歩け。いいな。成功すると思う根拠は何だ？お前は監視されてるんだ。ホームレス街で待機してるはずだ。その呼び方はよせ。で、お前がフィクサーを釣るなら、俺は何なんだ？餌？お前はこの計画の要だよ。つまり、餌だ。奴らが動き出したら。そうなったら俺が登場する。先に攻撃を仕掛け、奴らが応援を呼んだり逃げたりしたら、奴らの出所を特定する。俺を信用しろ。はっ。なんだ？もう一度言おうか。なあ、お前が俺の人間不信の発端なんだぞ。誰がお前をトランクから出してやった？まあそれはそうだが。だが？ずいぶん時間かかったよな。お前とは到着するまでもう話したくない。好きにしろ。機関だらけの計画だ。俺の言うことは誰も聞かない。お前はただ歩けばいい。ああ、ちょろいだろ。ちょろいね。フィクサーがいたら援護する。ああ、分かったか？ああ、罠にかけるんだ。ああ、いえ。罠にかける。トビアス。なんだ？言い続けるのはやめろ。罠だとバレちまう。罠にかける。近すぎだ、レイモンド。見えちまうぞ。気をつけてな。あの男
どうも様子がおかしい。かなり怪しいぞ。私立探偵らしい。事件を調べてる。お前じゃない。ベンチにいる男がじろじろ見てる。昼休み中の作業員だ。フルーは先に進め。友達との待ち合わせだ。落ち着け。意見は賛成だけど方法がちょっと。何の意見よ。街を停電させて。あ、待って、目的のために電車と橋を壊したじゃない。ああ、お前の後をつけてる男がいる。落ち着け、落ち着け。やあ、この退役軍人に何か恵んでくれないか。恵んでやるものがあるように見えるか。だがもう。おい、そんな態度はないだろう。ちょっと聞いてみただけだってのに。まったく。尾行は中止のようだ。それと、そこのホームレスの記録がないぞ。そんなにご立派なのか。俺に構うな。人の家にズカズカ入ってきて。ここはお前の家じゃないだろう。道の真ん中だ。さっさと追い払うんだ。そんな暇はないぞ、フルーは。うせろ。さもないと痛い目を見るぞ。痛い目だと。恵んでくれないか。恵んでやるものがあるように見えるか。だがもう。おい、そんな態度はないだろう。ちょっと聞いてみただけだってのに。まったく。尾行は中止のようだ。それと、そこのホームレスの記録がないぞ。そんなにご立派なのか。俺に構うな。人の家にずかずか入ってきて。ここはお前の家じゃないだろう。道の真ん中だ。さっさと追い払うんだ。そんな暇はないぞ、フルーは。うせろ。さもないと痛い目を見るぞ。痛い目だと。おめえみたいな奴がいるからダメなんだよ。たくどいつもこいつも。ああ、そうかい。楽しかった。じゃあな。フルーは危ない。フルーは出てこい。もう安全だ。銃で脅されてるからそう言うんだろ。フルーは銃で脅されちゃいない。それも言わされてるな。ああ、くそ、時間がねえんだ。ああ、まずい。増援が来る。まだ奴の電話から追跡してる時間はない。フルーは助けてくれ。カメラだ。
カメラに銃を取り付けてある。こらすげえな、フルア。グレネード？高速道路のそばで？ああ、そうか。そこまで考えてなかった。マジかよ。一人か二人かと思ってた。こんな大掛かりで来るわ。間違いなく町の規則に違反してるぞ。ああ、だが誰も気にしていない。電話がどこに繋がってるかもう一度確認する。何か分かるといいが。当たりだ。もっと近くに寄らないと奴の GPS の記録をたどれない。建設現場に何度も足を運んでいたようだ。怪しい匂いがプンプンするな。
あいつらの拠点が分かったぞ、フルーは。そろそろ出てきたらどうだ。ああ、そうだな。クイキーズ持ちよ。あんなものを食うのか。あれしか買えないんだよ。食料配給権は政府が人を追跡する手段の一つだ。だから、寄付でしのぐしかない。分かったよ、クイキーズら。そこで会おう。